ビッグバンスーパーライト級王座決定戦。群馬エイムハイの若武者武見。11月に行われた王座決定トーナメントの1回戦ではクラッシュなどでも活躍する明戸仁から2回のダウンを奪い完勝、文句なしの決勝進出を果たした。その完成度の高いテクニックを武器に王座体感を狙う。対するは至高の継承者翔也。同じく11月のトーナメント1回戦でクセモノ乱太郎と激突。つかみどころのないこの難敵を相手にこちらもダウンを奪い決勝進出の切符をつかんでみせた。至高を背負いし若き昇り竜は静かに頂点を見据える。決勝は倒し合いですね。前出て打ち合いで倒します。立ち技格闘技の未来を担う両雄の対決、果たしてその勝敗の行方やいかに。ビッグバンスーパーライト級王座決定戦、3分3ラウンド延長1ラウンド、武見 VS 翔也。2019年12月29日立ち技格闘技ビッグバン統一への道その37。スーパーライト級王座決定戦に武見出陣です。20歳の新鋭です。対して翔也は19歳、ニューカマー同士の対決となりました。スーパーライト級王座決定戦、ビッグバンルールでは体重のリミットが 63.5kg となっております。こちらは赤コーナー、村上隆二代表が送り出します。翔也至高村上塾のファイターに対して元クラッシュ 65kg 級王者中澤潤代表のジムエイムハイから、こちら青いグローブは武見がやってきます。トーナメントの決勝戦、この2人は6月に一度対戦して翔也が勝っています。この日はタイトルマッチが花盛り。まずはスーパーライト級の王座決定戦、新チャンピオンが決まるリング上となっています。さあ放送席解説はモハンドラゴン選手、そして実方康介選手のお二方です。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。試合が始まりました。ローキックから翔也がまずはサウスポースタイル、モハン選手の後輩がやってきましたね。翔也、はい、どうですか、どんな風に今回見てるんですか。あ、もうぶっ倒すんじゃないかなそれだけの攻撃持ってるっていう新鋭ですよね。持ってますね。このこれまでは8勝を挙げておりますけれども、その半分4つの KO 勝ち、はい、もう倒すか倒されるか、はい、村上塾ですから。いやそれはもうモハン先輩がこれまで体現してくれたっていう戦い方になってきますかね。はい、もう村上隆二選手の弟子たちだから、やっぱりそういうところって確実に受け継ぐものなんですね。もう決まってますね。村上塾入ったらもうやること決まってます、はい、ですからまあ芯が1本通った翔也、こうやってサウスポースタイルから左のミドルキック中心に攻撃を進めていくという形になってくるわけですね。そうですね、ハイキックもやばいんですよ。おお、やばい。スパリングやったら当てられるんですよ。そうですか。顎痛いんですよ。はあ、はあ、さあしかしそれに対しては武見が実方選手、はい、その翔也を中心にしてこれ回って見ているような形に動いて攻撃。そうですね、武見君もちょっと上手いですよね。しっかり翔也選手の動きを見ながら、何か一発狙っているのかなっていうところはありますね。おー、そうですか、はい、こちらはまだキャリアは6戦なんですけれども、いやすごいですね。おー、近づいてくる5勝で
って好成績を上げてきているというところ、はい、初体感を目指しています。全然6戦という感じじゃないんですよね。もっとやってる感じがすごい上手いんですよね。落ち着いて、そうですね、戦い慣れているなという感じしますよね、明らかに。で、再戦ですし、これ武見選手の方から見ると、まあこれ連敗は許されない。そうですね、結構気合入ってますよね。二度同じ相手には負けないですよね。やっぱりそうですよね、はい、そういう思いっていうのは今大会には実方選手もラインナップでいくと、この後登場で再戦が待っているんですよね、ノリ選手との。そうですね、もう二度同じ相手に負けることは自分の中で許されないですよね、さあここは一旦押し込んで、翔也がどうでしょう。モハン選手、これプレッシャーかけてきてるんですか。ですね、もう武見選手はもう身長ですね、二度負けられないから同じ、距離感でいうと、モハン選手、これどう見たらいいんでしょうか。2人どちらのものなんですか。まあ武見選手がうまく回ってるから、はい、翔也がつかめれない。あ、まだまだ、うわ、首相撲からは膝がありますが、ここは早めのブレイクとなりますね。うん、パンチを顔面に何発も、最後に最後に、このラウンド終了間際翔也が放っていきました。第1ラウンド終了です。さあ、こちらはセコンドの声にうなずいている武見です。実方選手、はい、第2ラウンドが始まりますけれども。そうですね、はい、まあ、1ラウンド翔也君の蹴り中心で、まあ、ペース掴んでたのは翔也君かなと思うんですけど、うん、武見選手もそれをうまくいなしてたんで、まあ難しいですよね。2人ともすごい若手ですけど、全然、はい、うわ、右のストレート、実力は全然伴って、はい、まあそれから手の内分かってるっていうところ一つあるでしょうね。そうですね、まあでも武見選手はそっちの方がやっぱやりやすいんじゃないかなと思いますね。お、一度負けてるっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも一回やってるんで、はい、なおさらそこに気合が入ってると思いますね。おこれも近い、膝も打ち込みますが、ここでブレイク、そして続行となっています。サウスポーから赤いグローブが翔也、19歳。翔也君の気に痛そうですね。いい色だったね、痛そうですね。ローキック良かったですか。はい、いやでもここもまたローで武見の方も返していきます。青いグローブ、武見は20歳。あ、膝と見せて右のストレート、この辺りもお互いの戦略思惑交錯するかのようです。準決勝では乱太郎を下したのが翔也、明戸仁を下したのが武見。武見のストレートから膝左で返していくのが翔也。ちょっと翔也君疲れたんですかね。ちょっと変化ありますか。1ラウンドよりスピードがちょっと落ちたかなって思います。この辺りモア選手後輩気になりますね。いや、そうですね。どうですか動きは。動きはいいです。もうそれでもいいというのはこれ武見の方になってくるんでしょうかね。この辺りはストレートを放っていきます。でも返す膝は翔也。でもモハン選手、はい、この辺り翔也も分かれ目、分岐点になってくるかもしれませんよね。盛り返して、ね、さらにハイキックでした。ハイキック、もうハイキックめちゃくちゃいい。ハイキックなかなか打たせないね。ハイキック、もう武見選手、はい、毎回やったことあるからね。武見君のあれですね、1ラウンドより距離が分かってきましたよね、翔也君に対する。そうですね、翔也が持ってるものを出せないね、はい、ちょっとこうその光を消すような戦いを武見が見せてるんですね。そうですね、うん、右のストレートは翔也、右の膝で返す武見。残り時間が30秒になろうとしています。第2ラウンド前蹴りで翔也が来る、右のストレート、それから3発4発とパンチ返すのは武見です。しのぎ合い、お互いが同じようにパンチ、膝、そこにはミドルキックがある翔也。残り10秒となります。ラウンド終了間際にボディ打ち、武見が見せてくる、まとめられるかどうか、時間がほとんどない。ここで第2ラウンド終了です。さあ、モハンドラゴン選手、後輩の翔也の戦い、このラウンドはどうでしたか。まだまだ翔也が持ってるものを出せてないんですね。まだまだ、はい、気になりますね。あのハイキック、あれ、その
一番の武器、あのハイキック出してほしいですね。それはもうモハン選手も練習でこれスパーリングで食らったりもしてる。開幕食らったことあります。そうですか。あれなかなか出させないね、あの武選手うまいですね。そのテクニック実方選手、はい、武見が一ついいところあるんですよね。いやそうです、結構あれですね、やっぱ1ラウンドの距離は全然、はい、武見との距離がどんどん上手くなってきてるんで、うわ今ここもそうですね、はい、お開始からすぐに武見がパンチで主導権を握ろうとしてきます。でも翔也君も蹴りじゃなくてもパンチも打ち合えるタイプですよね、はい、両方大丈夫です、またもう伸び盛りですもんね、19歳、はい、武見も20歳。ここはあタイムストップとなりましたね。おこれ組み付きですね。あ組み付きがそうですね、もう両選手にイエローカード、これがクリンチも重なってしまったということで減点1ということになりましたね。2人に対してです。そして続行、あここはバランス崩しましたが、うまいですね今の足払いですね、はい、第2こそなりませんでしたが実方選手いいの、ね、あれうまいですね、こういう攻撃どうだ。一日の長は赤いグローブ翔也ということになってくるのか。二人とも若いんでは気持ちがまた強いですよね。これ全然引かないですよ、タイトルマスだからね、どうしてもベルト欲しい、あのベルトのために頑張ってます。二人一世一代の勝負ということですからね、はい、サウスポースタイルから左アッパーは翔也、右のストレートは青いグローブの武見、いざ共にボディに打ち込んでくる。おここもタイムストップ、またクリンチですか、ね、お互い一回やってるからね、はい、でお互いいい武器出させない、そういう気持ちで戦ってるから、まあ、どうしてもクリンチになってしまうんですね。またこれ引けないんでしょうね、引けないね、どうしてもすごい、お互いいい武器持ってるのにそれを潰してますね、お互いが。レッドカードが出されました、2人に対して、これでお互い減点1ということですね、これで減点1です。さあそしてパンチ合戦、インローは翔也、連発で放つと連発のパンチは武見、この辺りもほとんど足を止めての打ち合いとなっています。さあモハン選手、はい、残り半分になりましたね。いやそうですね、もう翔也選手カードもらう試合する人じゃないんですよね、もうそうこういう試合になってしまうんですね、お互い一回やったことあるから、いい武器持ってるお互い、それを潰し合う。さあさらに、そしてその後はこのローキック光りますよね、翔也足がちょっともう武見の方は流れています。ローキックうまいですよね、翔也と私の試合をもう倒しちゃい試合になるのに、はい、スパーリングは、もう試合もそうなんですよ、倒し合いになるのにこういうカードもらう試合なんか珍しいですね、やっぱりお互いそういう一回やったことあるからこういう試合になってしまったでしょうね、はい、乱戦、そして混戦、はい、いやこれも住んでのところという距離感です。いや実方選手、もうここからがまたさらに耐え時、攻撃の時なんでしょうね。そうですね、ラスト30秒、ラストラウンドなんでどっちが出るかで勝負が決まってくるんで、お互い本当気持ちですよね、ここは。そしてここまでの練習の成果ですね、なんとしても出し切らなければという新鋭同士のスーパーライト級王座決定戦、右ストレート武見、ラスト10秒、最後の最後、翔也の方も踏ん張って左膝、ストレートは何発もダブル、トリプルでという武見。いやいい試合ですね、お互いですね、お互いめちゃくちゃ効いてるはずですよ、ですが関係ないですね、倒れません、はい、これジャッジが優劣つけるの難しいですよね、はい、ねえ審判泣かせの戦い、判定発表です。29対28、青コーナー武見、武見1票。さあ2人目は今度は翔也、さあ3人目、3人目はドロー、次だ、次ですね、延長ラウンドに突入となります。これは29対28、これ1人ずつ1票ずつ翔也と武見が指示を得たんですが、これでは引き分けとなって延長ラウンドに突入です。さあ実方選手に伺いましょう、はい、この先どんな風に睨みますか。いや
3ラウンドまですごいやっぱお互い引かずだったんで、はい、まあ、延長ラウンドも、まあ、お互いすごい気持ち強いんで、同じような展開になると思うんですけど、やっぱどっちかが、ね、はい、最後の一発当てないと、うわー、でももうこれ足止めて打ち合ってますね。そうですね、やっぱでも翔也君はやっぱ蹴りたいですよね。翔也は蹴りたい、武見選手の出てくるの蹴りを止めたいですけど、モハン選手、はい、どうですか、やっぱりハイキックってことにはなりますか。そうですね、もう出させないね、あのハイキック。インローもめちゃめちゃ蹴ってんだけど、もう関係ないですね、武見選手、もう足真っ赤ですけど、はい、もうちょっとあの今だんだん嫌がってますよね、武見選手も。武見の左足ですよね。そうですよ、あれだけ蹴っても全然関係なく武見選手もやってますね、効いてるはずなんですよ。ど根性ですね、はい、二人ともそうですね、翔也には。これがビッグバンの武見ですね。おー、確かに、うわー、飛び膝飛んできた。そのスーパーライト級の頂上を19歳翔也、赤いグローブ、20歳武見、青いグローブの2人が争っています。ですから実方選手、はい、これもうビッグバンの今後担うということになってくる戦いですよ ね、 すよね。本当に2人とも19歳と20歳、なんとも厳しいしのぎ合い。右は外からのパンチ、青いグローブの武見。武見選手はパンチに入ってるんですけど、やっぱ足が蹴られてる分力が踏ん張れて力が出てないですよ。ちょっとこう腰が入りづらい。そうですね、足効いちゃってるとパンチ打ちづらいんで。となってくると今声をかけるとしたらどんなことがありますか。僕だったらもうあれですね、翔也君も多分疲れてるんで、はい、詰めて蹴らせないで前出てるパンチしかないですよね。うん、でも翔也君頭下げるんで、はい、僕が頭下げるんだったら膝切りとかお腹とか多分効くと思うんですよね。そうですか、難しいですよね。いやでもそういう中でこうやって数多くの技を二人とも繰り出してますよね、モハン選手、はい、そうなんですよね。飛び膝当たってますが倒れません。そうなんです、あれだけインロー当たっても倒れないで試合できてる、できてるっていうのはすごいですね。二人とも相当有効だ、食らってますよね。ちゃんと動いてました、タケミ選手、あれだけインロー蹴ってても、はい、すごい。タケミがパンチ止まりません。いや、2人に対するコール、いやすごいですね、めちゃくちゃ盛り上がってますね。後楽園ホールの戦いの殿堂で、さあ、しのぎ切る、しのぎ勝つのはどちらか。ラスト、ね、あと20秒を切りました。さあ、今、翔也に声をかけるとしたら、モハン選手、何ですか。いやまあ、あれ、武見選手上手いのが、あれだけロー聞いてても、本当立てられない気持ちでも、はい、試合できてるんですよ、上手いですね。そちらに行きますか。そうなんです。ここでタイムアップとなりました。本当は歩けない状態なのに、ちゃんと試合倒れないで試合終わらせたね、あの武見選手、すごい。もうこれ試合の翌日は歩けないでしょうね。いや普通、さあ判定です。3対0翔也が勝ちました。延長判定タフマッチ、ローキックを効かせた翔也、紫紺村上塾の19歳、新チャンピオンに輝いています。ビッグバンスーパーライト級王者です。さあ、ここは後輩の体幹にモハン選手、ぜひ一言ください、今の思いを。いや翔也よくやりましたね、ハイキックなかなか蹴らせなかったけど、詰めてもうインローで、あれインローで勝ったという感じですね。その上段の蹴りが出せなければ、はい、下段の蹴り、はい、もう空手出身だからうまいんですよね、翔也。そうですね、はい、ああこうやって師匠にも礼を尽くします。2回合宿した結果出ましたね。そうだったんですか、はい、1回じゃなかった、2回です。普通はいつも1回だけ合宿なんだけど、一応気合い入ってて、はい、私も翔也もタイトルマッチだから、はい、もうあんまりも気合い入ってて、もういつも寒いところ山の湖行くんですけど、はい、ホテルマン夫人泊まって、合宿、はい、もうあったかいところお願いしますって言ってハワイ連れていかれるかと思ったら石垣島連れていかれました。うわあ、でもそれもスペシャルですよね。いやスペシャル、うちは一応一つ星ホテル、はい、一つ星の、はい、
ジムと言われてるから。ファイブスター。はい、ファイブスター村上塾ですよ。この念願のベルトが腰に巻かれましたね。いや、そうしたお話なども早いうちに聞きたかったんですけれども、実方選手、はい、試合があまりに激しかったので、試合中心に。いや、僕もう1ラウンド見たかったですよね。第5ラウンドまで。いい試合でしたよね、本当に。そうですね。やっぱり2人がその持っているものを十二分に出したと言えると思うんですけれども。そうですね。やっぱ最先頭の間って、翔也君も武見君もベルトに対しての思いあるんですけど、はい、武見選手はベルト以上に多分翔也さんに、翔也君に勝ちたいっていう気持ちは強かったんで。強かったね。はい。気持ちがすごい見えた。2人の気持ちが見えた、すごいいい試合でしたね。やっぱりこういう戦いを見ている側もいつも期待するんですよね。そうですよね。もちろんその KO という結果望まれるところはありますが、さあこれマイクあります。判定でも小試合は存在します。さあ、モアン選手、後輩の言葉聞いて今お気持ちどうですか？いやもう、まあ、まだありますかね。はい、どうぞ。はい、もう実況の努力ですね、これ。ちょっと今モアン選手もジーンと来ているようにも、ね、見受けられますけれどもね、はい、汗かきました。そうですか。いや、スーパーライト級新王者、翔也です。